はい、水上マランです。はい、田口です。よろしくお願いします。はい、ということで田口さん、ロケですよ。東京怖えよ。東京怖えよ。東京怖えよ。今日ね、原宿にいるんですよ。おでね、ゲストがいるんだ。マジでマジ、やばいよ。いいね。初めてのゲストです。初めてじゃないか、YouTuber のゲストは初めて。そうだね。はい、ということで、来ていただきました。どうぞ。どうも。こんにちは。じゃあ、自己紹介お願いします。鈴木みのると言います。スニーカーの YouTube やってます。よろしくお願いします。はい、続いてます。お願いします。ありがとうございます。はい、どうも、ぷかばりです。おー、おー、おー、生のオープン、生のオープン。この後やりすぎ。はい、アッパシです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、ここに来て何をするかと言いますと、皆さんにはパネルを持ってもらってます。見えますかね。これね、今リークされてたり発表されてたりするスニーカーです。はい、で、こちらのスニーカーたち、どれが一番人気あるのか、あ、みんな誰が欲しいのか、誰が、どれが欲しいのか。はい、ちょっとね、インタビューして聞いてみようと思いまして。はいよ。はい、はい、ということでね、行ってみようと思います。じゃあ皆さんもよろしくお願いします。お願いします。行こう。俺もやりたい、俺もやりたい。ドーン。あ、楽しいな。そんな楽しくなさそうですよ。いや、ちょっと緊張はしてます。すごい緊張してますよ。なんで緊張するんですか。緊張しますよ。あ、そっか、みんなのスニーカーを紹介しちゃおうか。ガバリさんから。はい、ガバリさんはジョーダン1。ジョーダン1、赤い、白に赤メタリックですね。ねえ、はい、オリジナルの。ありがとうございます。はい、珍しいオリジナルが復刻するという、そうことですね。5月発売予定ですね。あんまり多分あの人気なさそうですけど。そうですね。でも僕逆、やっぱオリジナルカラーっていうのに魅力を、ね、そう。俺も誰も並んでなくて並びいきますね。じゃあマシさん。僕も1ですね。1のビート、まあ、毎回フォースワン人気なんで、これ人気出るんじゃないかなっていうところ。でそう、俺絶対買うもんこれ。はい、そしてミノルさん。僕はシップギャルソン、ナイキのエアフォースワンです。はい、もうすぐ発売のやつですね。ギャルソンの、まあ、シップギャルソンの T シャツ買いたかったけど買えなかったんで、原石のために行ってやろうかなって。いやこれもでも大戦争になりそうな予感のスニーカー。まあ、オンラインでしか狙わないです。でもまあいいと思います。これいいですよね。人気集めるんじゃないかと。これ絶対人気出ますよ。で、カドッチがポジット。ポジットのナスですね、通称。なんだっけ、かわいい、エッグプラント。はい、かっこいいね、これね、色が。カドッチポジット好きだよね。好き、なんかツルンツルンした場所。あ、絶対似合うよね。ツルンツルンがいいね。でもね、これも硬いですよね。これも人気ある。絶対人気ある。うん、そして奥はこちら。おお、はい、あれですね、ショーダースプーン、ポートフォワードのね、97と1のハイブリッドです、はい、これもう絶対欲しいですね。 いいですよね。はい、体育館のあのカーテンの素材みたいなやつ。あー、なるあるあるある。はい、ということでね、この中で一番どれが人気あるのか聞いていきたいと思います。はい、あのね、これ今から発売されるスニーカーなんだけど、どれが欲しいですか。ナイキのスニーカー。おー、ポジティブ。おー、ありがとう。すごいね、シップギャルさん。ああ、そうなんだ。一対一。やばい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、イーブンはオリジナルですね。マジで。このカッティングが白いから。うわ、詳しい。ね、ちょっと怪しいと思った。 AV かなんかだと思ったけど、ガバリさんがいてちょっと安心しちゃった。ちゃんとしたスタッチだ。顔が AV というか、ね、すごい。ですよね、スニーカーズカップ。はい、そうです。俺めっちゃ見てます。マジか。これから販売されるスニーカーをの中でどれが一番人気あるのかを調べてて、みんなね、各一足ずつ選んでやってるのね。そうなんです。で、欲しいやつ、欲しいやつ、単純に欲しいやつどれか選んでもらえませんかね。でもやっぱギャルソン、ギャルソンかっこいいな。ギャルソンかっこいい。一強状態。1位だけやったら多分独走しちゃうんじゃないですか。独走しちゃうんですね。この中で一番欲しい。おお、やばい。そっちのギャルソンのコラボを狙ってます。おお、好きなんですね。マックスが、マックス履かれてますもんね。
変わった感じだな、うんうん、いいね、変わった感じ、いいっすね、長男番組やばいんじゃない、やばいですね普通の靴ですもんね、せーのあー、やっぱこれ人気だ、すごいね、じゃあもう一足買う、あ、そうっすね、2位は、2位はせーの、おー、単純に色合いが可愛いですよね、おー、やっぱギャルソン強いですね、強いね、強いね、じゃあ2番目だ、2番目、2番目はおー、おー、やばい、ついに来た、これ、おー、やばい、これ、ジョーダンが笑顔がキュート、ワンがまだ1票も入ってないです助けてください、一票入りました、女性人気すごいです、すごいね、The second one.オールユーチューバー、ユーチューバー、せーの、おお、すごい、ギャルソンすごいな、やっぱギャルソンに5票、圧倒的にエッグプラントに1票、圧倒的、2番目はどれですか、せーの、おお、ジョーダン3票、ジョーダン3の、ジョーダン3のポジットが2とりあえず、好きなのは、好きなのはこれ。でも多分これ前出たよなって言って、うん、出ましたね。で、これ俺今日初めて見たわ。あ、これもいいじゃん。おー、やった。でこれ昔97って思ってたけど、まあこれはあんまり好きじゃないな。って言って、で、これはこんなのただの白いフォースワンにこれペイントしただけじゃん。ね、まあでもこれもやっぱいいよなみたいな。これが1位のこれが2位だと。あー、2位か。これじゃあ1票あの女性の方はもうなんか指してましたよね、あ、もうこれって言ってたけど、じゃあやった、ここ2位入れて1位で、うん、いいん、向こうの方あれなんですよ、こういうやっぱ茶色系が、茶色というかね、ね、海外系はこっちがやった、海外すごい人気あるね、あ、はい、ということでね、アンケート回りました、ちょっと結果発表しましょう、はい、1位は圧倒的でした、じゃん、はい、ギャルソンとスプリームのフォースワンですね、はい、14票、圧勝です、圧勝です、はい、まあまあ勝ちに逃げたんで、そうですね、まあもう当然の結果ですね、で2位が、いい、じゃーん、エッグプラント、ナス国内外から、ね、あの熱い票があります、ね、すごい人気だったね、かわいいもんね、そしてこれが7票、で次こちらエアジョーダン1白赤メタリックです、あと女性人気が半端なかった、はい、僕がこれ入ったのはモテる、絶対モテますあとおじさん人気、おじさんたちは一番、そうですね、オリジナルカラーってのはやっぱり、そうそうそう、6票いただきました、やったどおお2人同率です、だから海外の人は結構入れてくれる、そうですね、結構海外の人嫌いって言ってた、これ海外の人嫌いって言われました海外受けは良かったんだな、外国人の方は、ね、結構俺これ2つとも大好きな色なんだけど、圧倒的人気がないけど、でも買えますよ、僕らこれ買いましょう、はい、ということでね、今日は原宿でみんなで、はい、あれしました、あれしました、あれしましたよ、はい、ということで以上、青春オーバーランでした、はい、どーどー